おはようございます。日本やりました。オリンピック代表ベスト4ですよ皆さん。いやー、これ本当ね、谷のあのゴールキーパーの重要性を改めて再認識できた。本当に谷素晴らしかったですね。でですね、これ次スペインとやります。オヤルサバル、それからペドリ、パウトレス、僕もラリーガでよく解説させていただきますけど、本当にね、ラリーガのあれだけうまい、個人戦術、それからチームとしても成り立ってる、レベルの、ハイレベルのチームに対して、どれだけ日本がやれるか、当然やれるかっていうのは、自分たちのサッカーをしながら、勝利するっていうことです。はい。で、隣の山が、ブラジル来ましたね、南米。ブラジルですよ、セレソン。やっぱり、ブラジルの代表、ブラジルのあの、黄色のユニフォーム着るっていうことは、カナリアの、やっぱりチャンピオンになる。優勝するっていうことがマスト。まあその中で対戦相手メキシコ。これやっぱりね、日本にもコテンパンにやられましたし、まあ韓国にも勝って、まあリベンジと、もう絶対優勝するんだと。まあ彼らもね、オリンピック優勝してますし。いやー、これからベスト4本当に楽しみです。そんな中でですね、今日は、まず、この昨日のゲーム、0対0からの PK で勝ちましたけれども、ここの振り返りを最初にやらせていただきたいと思います。シンプルにいきます。ニュージーランド赤、そして日本が4、青ですね。まあ日本はいつもの 4-2-3-1 という形で、相馬が、入っていきました。まあ、久保と堂安がいつものように見ますよね。で、ニュージーランドの狙い、当然ですけれども、これは予想していました。まあ、まず、前から攻撃的に行くという自分たちがボール持てるとそこまでは当然思っていなかったと思います。で、5枚敷いたんですけれども、昨日のゲームのポイントはここにあります。中央で優位に立つことができなかった日本。この特に真ん中のセンターバック、それからボランチ、ここの4人をうまくニュージーランドの方は抑えていきました。で、ボールを、特にですね、3枚、まあ、5-3-2っていう形でやると、ここにスペースが生まれるんですよ。こういうところに。これは、イタリアとかなんかではよくやるらしいんですけど、システムによって、相手が例えば3枚できたり、5枚できたり、4-3-3できたときに、どういうふうに自分たちが攻略していくかと。で、この中で、ニュージーランドの方はこの外回りにさせて、この辺で橋岡がボール触ることが多かったですよね。で、これはニュージーランドの狙いだったんです。っていうのも、ここの4人、まあ、遠藤、田中碧、冨安、吉田麻也。日本はこの2枚、2列目が、フォーカスされがちですけれども、前から前線から林とか上田綺世、まあ、裏抜けもありますけど、ここからの配球、ボール持ちながら、この真ん中のレーンで崩せるっていうところは、ゴールシーンなんかもありましたよね。三好もそうですし、ここから決めたのもありますし、真ん中で崩せるっていうのは日本の良さなんですよ。それが、5-3-2っていうことで、このインサイドハーフは、ここのダブルワンチを捕まえに来た。で、トップは、ここ、センターバック、冨安、吉田麻也を捕まえ前に来た。で、ニュージーランドの選手の特徴でしょうね。ハードワークする、前から。で、ボール横に流れてもこう、もう一つ追いますし。で、もう一個は、スリーバックの特徴の一つっていうのは、このサイドの選手にあります。それには、このセンターバックがこのサイドを押し出さないといけない。相手の立場になってみると、ボールがここから、例えば、遠藤から後ろに下がった。で、例えば、堂安がインサイドを取ってる。そしたら、この5気味で最初守ってたこのラインが、ぐーっとこう出てくるわけですよ、ここに。で、ここがスライドしてくるんですよ、こうやって。前に出して、捕まえに来る。で、一本ありましたよね。カカーチェが、ここで前に出てきた、攻撃に入って。で、決して引いて守るっていうところだけじゃな、ではなくて、前から、ボール持てないんだったら、守備で攻撃をリードしようと。そういうところが彼らにあったんで、カカーチェここ出てきた時に、遠藤が一回ここで外して、カウンターになった時ありますよね。ビューッと出てって。で、最後、堂安が、行った。でもね、その時ね、すごく良かったのがね、久保がね、この辺のラインにいたんですよ、一緒の。で、遠藤がドリブル返して外したときに、このときに、最後、久保もね、ここ、堂安がここでシュート打つんですけど、こうやって持ったときに回ってたんですね、こうやって。これが大事なんですよ。これが逆に日本の良さでもあるんですよ。
やっぱり相手が 5-3-2 で守備で攻撃をにシフトしようとする。持てないんだったら守備で前進させる。で、そこでカカーチェも左のウィングバック、シントトロイネンね。ちなみにコウのライバルらしいですけど。で、出てきた時に、ここは逃さないんですよね、日本は。これで裏返すことできる。奪ったボールを一瞬にして久保も遠藤もここに、一気にゴール前までいける。これが本当に日本の良さ、素晴らしさだと思います。はい、続いてですけれども、今皆さんにお伝えさせていただいた通り、まあニュージーランドの狙い、中央で、日本代表の選手たち、吉田麻也、冨安、それから、田中碧、遠藤を自由にさせなかった。真ん中で軸、林大地もそうですし、久保もそう、真ん中で起点作らせなかったっていうのは、ニュージーランドの狙い。まあこれが後半になって、4-1-3-2 っていう形で変わりましたけれども、ここで日本も攻守においてなかなか自分たちの攻め手を欠いたところがありました。で、このゲームってですね、やっぱり決定力っていうところが2点目になります。決定力。2点目。やっぱりここが、入らないとゲームって膠着してどんどん難しくなってくるんですよね。で、ここについてお話しさせていただきたいと思います。2018年の、フランスワールドカップじゃなくてフランスが優勝した時に2列目、フランス代表はトップのシャドウのところにグリーズマンとそれからバッペがいたんですよね。ジルーがトップにいて、彼らのゴール数っていうのは4点ずつでした。それはグリーズマンとバッペ。やっぱり優勝していくチームっていうのはこの前の選手たちっていうのがゴールが奪えないとなかなか難しいです。今の、オリンピック代表を見てるとまだゴールが決められない。昨日も、ビッグチャンスありましたけれども外してしまった。ってなると、フランス代表に例えるとやっぱりこのシャドウのグリーズマンとバッペがここが4点ずつ取ったんですよね。で、予選リーグの時はなかなかうまくいかなかった。でも決勝トーナメントに入ってぐーっとこう上がってきた。で、じゃあ日本はってなった時に、やはり、彼らが、2列目の選手たちがゴール決める。まあ、久保中心にですけども、堂安もそう。ここのトップのところが決めれてないと。ここで行きますと、ですね、トレゼゲがこういうこと言ってました。これ僕よく言うんですけど、一流プレイヤーっていうのは、このシュートを打った時、外した時、ありますね。そういう時に気持ちの切り替えができる。1.5 流とか2流っていうのはここで気持ちの切り替えができずに引きずってしまうと。まさに僕自分がアトランタオリンピックの最終予選の時に、外しまくったんですけど、いいとこにはいるんですけど、ボールがほんとこのぐらいずれちゃうんですよ。これフォワードの心理になるとやっぱりドキドキしてまた外すんじゃないか、なんとか切り替えなきゃいけないっては思うんですけど、ここまで4年かけて準備してきたり、みんなでもっと前から、それからアンダー17からとか、ユースの時からとか、準備してきたって、いろんなこと頭よぎるんですよ。そうすると、自分が決めなきゃいけないとか、この辺の心理がすごくプレッシャーになってくる。しかも東京でやってる。この切り替えができるかどうかっていうのが、トレゼゲがポイントだって言ってました。他にもいくつもありますけれども、ですから、僕からのアドバイスは、やっぱり、相手が一番怖いんですよ。ボックスの中では。ゴールってボックスワンタッチってよく言いますけど、これが7割ぐらいあるんです。これ本当です。ここが V は足、この前も言いましたよね、これね。インサイドキックが一番多い。その後、インフロントが多い。で、ワンタッチっていうのが多い。だから日本の今回のオリンピックのゴールシーン見てください。ほとんどワンタッチですよ。だから、そこのところを意識して、このメンタルの気持ちの切り替えと、やっぱりここ動き出してるんだけど、どうしてもこのマイナスの最初に久保とか堂安の方をみんな選択してるんで、やっぱり林もそうですし、上田綺世、まあチャンスありましたけど、この辺でもボックスの中で自分の方にこう出してくれと。こういうところなんかのコミュニケーションも大事だと思います。やっぱり前が点取るっていうのはすごい大事。取れないんだったらもっとこの2列目とか、他のことでゴールを増やしていく必要がある。特に日本の特徴とすると、2列目、まあフル代表もそうですけども、たくさん選手いますよね。ここのゴール数が増えていくっていうのはもうマスト。日本のある意味特徴かなと。上手い選手いっぱいいますし、と思います。で、次のゴールを奪うっていうところでいきます。
それはセットプレーのゴールがない、あの PK が堂安がゴール決めたのはありました。でもこのギリギリのゲームっていうのはセットプレーが運命を分けます。拮抗したゲームになればなるほど、例えばですね、こういう時ってあるんですよ。昨日みたいにニュージーランドみたいになかなか入らない、でも最終ライン、それからチーム全体として耐えてくれた、これはとてもいい、上に上がっていくためには大事な、内容だったと思います。しかしこの悪い、なかなか点が入らないっていう、そういう状況の時にセットプレーで決められるチームっていうのはすごい強いんですよ。世界のワールドカップフランス優勝した時のお話でいきますと、まあ僕いつも言うように4割近くセットプレーからあると。日本は今のところない、1本だけドアの PK 入れて、だから昨日もコーナーキックとかありましたけど、あそこでこう決められるチームになること。次のスペイン戦はですね、コートジボワールとの、この前、昨日か対戦してた時にコーナーキックからやられてたんですよ。だからそのコーナーキック、それからフリーキック、セットプレーから相手をいなしてゴールを決められることっていうのは、僕は日本が点を取るためには流れの中だけではなくて大切なポイントになると思います。はい、それでは最後に、ゴールキーパーのことについてお伝えさせていただきたいと思います。皆さん、ニュージーランド戦、それから予選も通して谷選手のパフォーマンスいかがでしょうか。1失点ですよ。本当に昨日もそうでしたけれども、しかも PK でチームを勝利に導く素晴らしいパフォーマンスをしていると思いますね。でですね、今日はそんな谷選手について指導をしている川口義勝キーパーコーチのことについてお伝えしたいと思います。まあ皆さんご存知の通り、僕はまあ川口さんだったり奈良崎さんだったり小島信さんだったりをまあ分析しながら、論文を書いてます。でそんな中で、一つの川口義勝キーパーコーチが、僕が質問しました。まあちょうどね、これオリンピックですからちょうどいいと思いまして、世界と J リーグの違いって何だと思うと僕が聞きました。ここからです。世界で戦うにはピンチを個で守れないとそのレベルにはいけない。もちろん組織で守る、例えばコーチングでコース限定させてポジショニングで正面入ってって、もちろんいいキーパーなんだけど、でもコースを切れなければ相手はシュートどこでも打てるわけですよ。それに対して際どいシュートを正面で取れるはずがない。よく正面で取るゴールキーパーがいいゴールキーパーって言うんだけど、もちろんおっしゃる通りなんだけど、ヨーロッパの第一線でやってるゴールキーパーが全部正面で取ってるかというとそれはほぼ不可能で、だから最後はコースが限定されなくても一人で防ぐ、そのスキルがないと世界では活躍できないかなって思います。大事なことですよね。今の最後はコースが限定されていなくても一人で防ぐ、そのスキルがないと世界では活躍できないかなと思っています。いくら戦術的に洗練されていて前線からの守備でハードワークする、切り替えも早くしているっていうサッカーになってきてても、ゴールキーパーが一人で防げないといけないシーンっていうのは数多くあって、そこも進化が問われると思うんです。やっぱり守ってなんぼだと思います。いくら足元の技術が上手くても入ってしまったらゴールキーパーがいる価値がないって僕は思ってます。価値がないっていう言い方はきつすぎますけど、それくらいの責任感というか、いくら足元があってもシュートを止めれなかったらゴールキーパーの価値というのは上がらないと思ってます。個で守れる、これはどのポジションについても言えることもかもしれないですけど、ゴールキーパーも全く同じというふうに思います。それは J リーグであろうが代表のゲームであろうが同じように個で守らないと僕はダメだと思います。1対1でやられてこれは仕方ないだといつまで経ってもトップクラスのゴールキーパーは出てこないと思う。それと同時に理解を深めてほしいのが、1対1の場面で外すじゃないですか。それは僕はゴールキーパーのファインセーブだと思ってます。外させる、そういう理解力、理解を見る側にも深めてほしいなって思います。そういうのも含めて個で防げるっていうのが世界で戦うための絶対条件だと思いますと。いかがでしょうか皆さん。これが川口義勝
まあ、僕もアトランタオリンピックで一緒にずっとやってきましたけど、この子供の頃から、まあ、世界とのこの J リーグの違い何って聞いたら、彼はここが世界で戦うには大事だと。そういう部分が昨日だけじゃないな、予選から含めて谷選手の、プレー、パフォーマンスに大きく影響してたと思いませんかね。僕はすごいそれは感じますね、うん、でここから、次行きたいと思いますけれども PK です。全部ではありませんが一部。じゃあ PK は？と僕が聞きました。 PK は僕も正直わからないです。一つ自分が PK に自信をつけられたきっかけになったのは、 J リーグで始めた時って PK 戦が多かったじゃないですか。あれはすごく鍛えられましたね。それまで高校の時は PK あんまり得意じゃなかったんですよ。 J リーグで PK 戦があったのはすごく鍛えられました。120分戦ったにもかかわらず勝ち点3とか1とかになってしまうじゃないですか。あれはすごい鍛えられました。あそこで結構自分が止めるシーンもあって、そこで自信が出てきて、それで PK だったら自分が何とかするっていうメンタリティが出来上がりました。駆け引きは？見た目の駆け引きはしたことないんですけど、30超えたあたりから右に蹴らせるような体の動きは自然にしてました。あとはキッカーのボールに入ってくるコースでなんとなく見えてた。どこ？コースって体の向き？何で予測するの？まあ僕聞きました。それがわからないんですよ。でも最終的に見てたのはボールなんです。ボールを最終的に見てると足の向きがわかるんです。どっちに開いてるのかっていうのは、そこで判断したかもしれない。ボールを見るっていうのは絶対条件で、体の向きを最初に見てないんですよ。ボールを最初に見て、ボールを見てる時に体の向きってわかるんです。相手に対してプレッシャーとかはかけないの？よく動いたりとかするゴールキーパーいるじゃないですか。僕は低く構えて相手をずっと見て、相手をずっと見るんですけど、目で威圧するというか、威圧する雰囲気は出してましたね。真剣に守るというオーラを発すれば自然と威圧感って出てくるじゃないですか。はあ、川口さんらしいですね。相手をずっと見る、目で威圧するというか、威圧する雰囲気は出してた。真剣に守るというオーラを発すれば自然と威圧感って出てくる。なんか昨日のゲームのその谷選手なんかも、なんかこうオーラみたいなものは感じましたね。威圧する目はしているようかどうか僕は分かんないですけど、ただオーラみたいなものっていうのは感じたのと、もう一つは谷選手もちろん素晴らしいですよ、あそこ止めて。でももっと大切なことっていうのは、これ楢崎さんも言ってたんですけど、指導者との出会いがあるんですよね。楢崎さんだったらマザロッピっていう名古屋で、横浜フリューゲルス亡くなってしまった、そこで出会った指導者、二十歳の時って言ったかな。その後に名古屋でもやった、全部で6年やったって言ってました。それは自分より多くを経験した、経験者とがゴールキーパーコーチとして、自分がこれから自分が やっていくだろうっていうところのところで、そういうマゾロッピさんとできたっていうのは大きかったと、すごく影響を受けたって言ってましたね。で、まあそういう意味においても谷選手にとっても、吉勝コーチがやっぱり何回も PK を国際舞台で、予選と本大会って全然違うんですよ。やっぱりオリンピックとか、本当に僕も育成年代の、まあ、ジュニアエースも、まあ、本大会出れなかったけど予選出ましたけど、やっぱすごい緊張したのはすごく覚えてるんですね。でもそこで、吉勝コーチ、経験した選手がコーチとしてやってる、しかも同じではないんで、どのように選手に、谷選手に伝えたらいいか、最後言ってましたね、谷選手も。吉勝さんから、まあ、コーチからいろいろとデータ分析のことを言われたけれども、まあ、ちょっとわからなくなってしまったと。やっぱりそれが当たり前だと思うんですね。そういうことも含めてどう向き合うのか。一流選手でやってくればそれはもう自分のレベルがこうだから言わなくても当然っていうのは選手の時はあったかもしれない。でもやるの選手なんで、指導者になるとこれは全く違うんですよ。なんでここが、まあ、吉勝コーチが、まあ、今一部ですけれどもね、こういうことを考えながら、キーパーとして、指導者としてやっていると。またこれ改めてですね、昨日は本当にゴールキーパーが大活躍した
ゴールキーパーで勝ったって言っても過言ではないゲームだったかなと。しかもここまで失点1、本当にゴールキーパーの存在、価値を高めてくれている、谷選手でないかなと。しかもまだ若いと。本当にこれからゴールキーパーが楽しみだなというふうに思います。まだまだあとスペインがあって、そして決勝に行ってくれると信じていますけれども、本当に難しいゲームが続く中、ぜひですねゴールキーパー、そしてチーム全体として金メダル目指して頑張りましょう。応援してます。頑張れ日本。